ヨーロピアンコンチネンタルシールドの決勝戦です。素晴らしいプレーを見せてくれたトーナメントを締めくります。ええ、ここまで激しい試合が見られましたね。決勝も楽しみですよ。本日の試合はミラン対エバートンのカードです。堀池さん、やはり赤と黒の縦縞、ロストネロのユニフォームに選手は憧れるものですか？もちろんそうですよ。今の現役選手たちもこのチームの黄金期を見て育っている世代ですからね。この色の組み合わせに憧れますよ。この試合、新加入の選手がついに出場を果たします。堀池さん、移籍市場で獲得したウィンガーの選手ですね。チームの期待も大きいはずです。ええ、サイドでチームの攻撃を引っ張って期待に応えたいところでしょう。こちらがミランの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。さあ、エバートンのキックオフで試合開始です。そのまま返します。本田、中はどうだ、決まるか。得意の形でロングシュートを狙っていきましたが、これはミスになりました。この距離は過去何回も決めているところなので、相手側はああいう形で打たせてはいけないですね。いました、バリーです。バリロス・バークリー、ここはネクセスのテリトリー。バロテッリ、ナイジェル・デヨング、ジャコモ・ボナベントゥーラ、サポートを使いますか。ユライ・クツカ、アントネッリ、ディフェンスがブロックに入ります。シェイマス・コールマン、ジャジールか、マッカーシー、エバートンフィニッシュまで持っていきたい。ロス・バークリー、ミランのボールになりました。出しどころが見当たらないようです。ジョン・ストーンズ、ロメル・メナマ・ルカク、さあ揺さぶりをかけていく。プレー、このファウルはミランですね。審判の手にはカード、警告、イエローカードです。ネクセスがピンチを払いのけます。
ボールはどちらにこぼれるか。キーパーがキャッチします。ここから攻撃に持っていきたいですね。ヨーロピアンコンチネンタルシールドもいよいよ決勝ですが、これはシーズンに向けた準備と考えるべきなのか、それともタイトルを獲得する最初の機会と考えるべきなんでしょうか。どちらとも言えるでしょうね。今日勝てば選手も監督もシーズンに向けて自信がつきますし、たくさんのタイトルを取れるかもしれませんね。本田、ここで打つ。このシュートはさすがに強引か。チャンスはまだ続きます。ミランのコーナー、キャッチ。危険な位置です。緊張感が増してきます。ユライクツカ、ボールがよく転がっています。本田圭佑、これは来た。遠目から打ってきたシュートもこれは外れます。得意の形ですからね。フリーで打たせたら危ないですよ。いました、バリーです。再び戻す、バリー、ベインズ、ロス・バークリー、ボールをダッシュ、寄せが早い。ジェームス・マッカーシー、ここでためを作ります。どうだ、ルイス・アドリアーヌ、攻撃はここで止められます。ベインズ、シェイマス・コールマン、ジョン・ストーンズ、これで決まりだ。前方に運びました。コーナーを取りました。エバートン、パンチングで弾く。クロスが上がった。クロスは許しません。ヨーロピアンコンチネンタルシールドの決勝は前半が終わって同点です。後半は面白い試合が期待できそうですね、堀池さん。そうですね、西岡さん。